浮江和国系アート京都三十三県堂の図、豊か春が、オランダフランスカノガランの図、豊か春が、浮江高網フラン会の港万里小京図、豊かが、河。A ウィンターパーティ、ー、豊か春が、フリーア美術館所蔵。歌川豊春とは、江戸時代中期の浮世絵師。歌川派の祖。聖は歌川。縄正樹、俗称田島屋正二郎。 後に新江門と改めている。芝宇田川町に住んでいたので、宇田川と名乗ったと言われる。一流祭、千両祭、松鹿郎などと合ー出生地については、文豪国薄木、田島国と豊岡、江戸の三つの説があり、未だに定説を見ない。幕末の浮世絵界において、独占的な一大勢力を形成した宇田川派一門の祖にしては全くキーである。しかし、 近年、新しい資料が提示されて、薄木藩で御用絵師を務めた三代目、八言十郎イコール、豊春道人説が有力となりつつある。江戸では、芝見島町、大阪町、田所町、中橋、干物町、赤坂田町などに居住した。豊春の死刑に関しても、はじめ、京都に登って仮の葉の鶴沢元むくじらに学び、さらに法暦の頃、江戸へ出て、 鳥山石炎に指示したとされるが、この説の転居は定かでなく、未章である。この他に、西村重長、あるいは石川豊重の門人であったと記録するものも、あるが、これらの説も出典は、不明なため、豊春の出自を含めた、修画時期の動静については、全く模ことしている。近年はこの中でも、鳥山石炎説が有力である。作画期は、 名は5年頃に二世位、沢村総重郎の錦絵を描いたことから始まるとされており、没年に至る。長い作画期間の割には、作画量は少なく、これは、富裕な女性入り婿したため、絵で生形を立てる必要がなかったからと推測される。豊春は版画において、役者絵、美人画などを描いているが、豊春の業績として特筆すべきは、浮絵の開発進歩、普及に、 多大な貢献をしたことが挙げられる。浮江の総数は把握されていないが、遠京期の奥村正信に次ぐ名手であり、多作であった。奥村正信が浮江根本と称して描いた浮江は、西村重長に受け継がれたが、同じ画面内での室内描写のみに遠近法を使用し、屋外の風景は従来の俯瞰描写をするといった不完全なものであった。 そこで中国系のメガネや西洋の銅版画を浮世絵に模写して研究を重ねた結果、豊春は正しい遠近法を習得し、早いものでは明和8、9年頃から浮世絵を描き始め、これをもって江戸の風景を描いたのである。これにより浮世絵は近景から遠景を眺望する風景画へと転換し、後の葛飾北斎、 歌川広重らの風景版画を準備することになった。天明期以降は、版画制作からほぼ離れ、肉筆浮世絵に先進する。大半が、憲本曲祭式の美人画で、同じ時期の浮世絵師の中では、作品数も多い。どの作品もとても落ち着いており、温厚な彼の人柄を示している。それが彼を歌川派の始祖たらしめたものと考えられる。さらに、 従来の鳥居派の絵師に代わって、天明6年11月、霧座の顔見せ番付と、完成10年11月、中村座の顔見せ番付を描いた。この時の楽観は、絵師、歌川新江門筆である。文化14年観光の豪刊遠洋家技決は豊春が、三沢芝居の看板絵を描いたことを伝え、また、造法記を得る以降は、完成頃、 日光山修復の職人頭を泉森一ずらと共に務めたことを伝える。代表作として大代々藩の近畿書がシリーズが挙げられる。去年80。墓所はかつては浅草菊屋橋際の本立寺にあったが、現在は豊島区南池袋の本教寺に移転している。法名は歌川院豊か春日用新寺。文化11年春。 墨田区押上の春慶寺に、豊春を検証する石文が建立された。これには、歌川正樹、歌川妙花、二代目、歌川豊春、歌川三つぐ、王の則行、歌川豊秀、歌川報告、歌川豊広の名が刻まれていたが、この石文は後に、関東大震災によって失われている。豊春の門人には、初代歌川報告、二代目、歌川豊春、 歌川豊広、歌川豊久、歌川豊丸、歌川豊秀、堺法一らがいるが、その中でも、初代歌川報告、歌川豊広という双壁とされる門人がおり、さらに両門下から終末した浮世絵師たちが多数、廃出、葛飾派の活躍が収束した、以後の浮世絵界を独占する一大勢力を築く、ことになった。その同等は、豊春初代報告国,国吉。 月岡義俊、水野俊方、河木清よ方、伊藤新水という系譜で、現代の日本画壇にも受け継がれている。また、河木清よ方の弟子であった、河瀬智江水と伊藤新水は、新藩が運動を支えた絵師でもある。豊春は、妻との間に二男一女を設けたが、妻も三人の子女ともに、豊春よりも先立って没している。基本文献論文画集。 展覧会図録解説書、ありがとうございます。